あったかわいだ。伊勢和山極楽寺は八千代区中の間にある宝堂仙人回帰を伝える天台宗寺院です。寺には播州高郡伊勢和山極楽寺略縁起と刻まれた縁起を伝える宝永8年1711年の版木が残されています。その縁起によると西暦650年から654年の白地年間に宝堂仙人によって開かれ、その後非常に栄え、講堂や三重の塔、経蔵、文殊堂などたくさんの堂塔を備える大規模な寺院であったと伝えています。また自伝ではその昔竹谷山にあった道教寺というお寺が前身で、その西の坊と言われる坊院が極楽寺となったと伝えられています。竹谷山にあったと伝えられる道教寺というお寺についてははっきりとした場所など詳細は不明ですが、極楽寺に残されている室町時代後期頃の絵図、竹谷山道教寺王庫伽藍の図には仁王門や本堂、護摩堂、文殊堂や釈迦堂、六所権現社、三重の塔などの堂舎のほか、極楽寺の前身と伝えられる西の坊などの坊院もたくさん立ち並び、多くの人々が参詣に訪れている姿が描かれています。この絵からは室町時代頃の参詣の人々の様子や服装など当時の風俗も読み取ることができて、興味深い内容が描かれています。一方、竹谷山から少し離れている現在の極楽寺境内においても、旧本堂跡の発掘調査で平安時代後期に遡る寺院の痕跡が検出されており、もともと極楽寺の前身の西の坊がこの地にあったのか、はたまた移転してきたのかは謎に包まれています。縁起では栄えていた寺も戦国時代の天正年間1573年から1592年に戦乱の火災によって焼失してしまい、一時衰退していったことが記されています。しかし江戸時代に入り、衰退した寺院を嘆く僧侶や檀家の人々によって修繕が計画され、その費用を集めるためにこの縁起が記された版木を刷って広く知らしめ、秘仏のご本尊を開帳して寄付を募ったことがわかります。最高は宝永7年1710年から始まり、12年かけて行われ、享保7年1722年に完成したことが縁起や寺に残されている享保11年1726年に描かれた伊勢和山中興図などから伺えます。伊勢和山中興図には本堂再興のための材木の用意、材木の加工から地付き、柱立てを経て棟上げ、落慶まで一連の建築作業の工程の様子が順を追って描かれています。また各作業をする職人、棟上げ式の様子や持ち投げでそれを祝う人々など、当時の服装や仕草も細かく描かれており、注目されます。その後、明治時代にも火災に遭い、江戸時代に建てられた本堂は焼失しますが、平成27年に旧本堂の北側に新しい本堂が建設され、棟上げ式には、絵図に描かれた様子を彷彿とさせる様が現在によみがえりました。また
仁王門は享保13年1728年に建てられた建物が火災を逃れて現在も残されており、国の登録文化財に指定されています。現在極楽寺にはこうした数度の火災をくぐり抜けて残されてきた中世紀に遡る仏画などの絵画資料がたくさん所蔵されています。鎌倉時代後半に制作されたと考えられる六道絵は、日本各地に残る六道絵の中でも比較的古い時代に作られたもので、優れた絵画表現で描かれており、国の重要文化財に指定されています。三幅が対となって構成された絵には、人間が死後閻魔王をはじめとする十王の審判を受けた後行くとされる六道のいろいろな地獄の様子が写実的に描かれており、特に中央の炎が描かれた部分の表現は日本絵画史の中でも特に素晴らしい炎の表現であると評価されています。また非常に怖い地獄の絵ですが、その中に小さくですがお坊さんや観音さんも描かれており、恐怖だけでなくそこからの救済も描かれているのがこの絵の特徴です。大麻曼荼羅図は奈良時代の大麻寺に伝わる国宝大麻曼荼羅図を模倣して描かれたもので、極楽寺のものは室町時代中頃に制作されたものです。先ほどの地獄を描いた六道絵とは打って変わって、こちらは極楽浄土の世界が緻密かつ優雅に描かれています。極楽寺にはこの絵に伴うとみられる極楽寺変相曼荼羅略縁起という文書が残されており、そこにはこの絵を王家から寄付してもらったので極楽の様子を描いた曼荼羅にちなんで寺の名前を極楽寺にしたと記されています。こうした六道絵や曼荼羅図は当時お坊さんの説法の時、分かりやすく説明するための絵解きに使われたのかも分かりません。千手観音像図は鎌倉時代前半期に制作されたと考えられる、縦約3メートル63センチ、横約2メートル28センチもある非常に巨大な絵です。この絵の存在はかつてこのような大きな絵を描けることができる大きなお堂があったことも示しています。現在の極楽寺御本尊は木で彫られた平安時代後期頃に作られたとされる千手観音像ですが、ある時期にはこの絵が御本尊として本堂にかけられていた時期があったのではないかとも考えられています。いずれにしろお顔は非常にふっくらとした丸顔で、平安時代の仏画の名残をよく残している見事な仕上がりとなっています。残念ながら傷みが激しく、現在は兵庫県立歴史博物館で保管されています。その他数々の寺宝が極楽寺には残されていますが、これらの宝物がいつ頃から極楽寺に所蔵されていたのか、はたまた前身の寺院である道教寺から引き継いだものなのか、確認する資料は現在残されていません。しかしながら地元の伝承によると、極楽寺の背後にそびえる城山にある野間山城や生川を挟んだ対岸に位置する広隆寺山城の城主であった有田氏のもとへ京都から迎えられた姫が持参した宝物群だとも伝えられています。有田氏はもともと火災の有田の将を本館地として北播磨一帯に勢力を広げた武将で、戦国時代の後半には野間山城や広隆寺山城を拠点として活躍しました。野間山城が位置する城山の上には東と南に伸びる尾根筋にいくつかの平坦地や石垣、
堀切と言われる尾根筋を溝で立ち割った防御施設などが残されており、上から見ると鶴が翼を広げたような形をしていることから鶴林城とも呼ばれていたようです。城の構造から南北朝期頃に播磨の国の守護であった赤松氏が北方の田島の勢力に備えて築いたのが始まりで、戦国時代には有田氏が大きく改修、整備して拠点としたと考えられています。一方、交流寺三条はカルテン八千代グラウンドの南の通称富田山の上にある山城です。富田山は野間三条が落城するときに、お姫様が馬に乗って対岸の野間三条からこの山に飛んだことから名付けられたとも伝えられています。山の東側麓の池は広陵寺池と呼ばれているので、もともとこの辺に広陵寺というお寺があったところを改修して山城としたのかもわかりません。富田山の上には幅約24メートル、長さ約50メートルの主閣と考えられる広い平坦地や、建物の基礎と思われる石列、防御施設である数本の大きな縦堀などが残されており、戦国時代に野間に本拠を移した有田氏によって作られたと考えられています。これらの城は戦国末期永禄年間1558年から1570年の落城説や、天正年間の初め1575年前後の落城説など諸説がありますが、三木の別所氏に攻められて落城したと伝えられています。このことが極楽寺略縁起の天正年間に陛下にあって焼失したという記述に反映されていると考えられます。野間三条や広陵寺三条など町内にたくさんある山城跡は、戦国期の動乱をくぐり抜けて強者どもが夢の跡として現在も高町の歴史の一端を語り伝えています。また極楽寺をはじめ町内に残るたくさんの歴史文化資料は、さまざまな時代さまざまな多くの先人の思いや願いが込められて現在まで残され、高町の地域文化を醸成してきた大切な歴史文化遺産です。